オープニングもかけて、うん、1本で、はい、いきますね。じゃあいきますね、はい、あ、これどっかで流れるんですか。この間みたいになんか気づいた人が誰か入ってくる。あ、そうそう、ツイキャス、はい、もし見てたら入ってきます。あ、忘れた。大丈夫ですか。皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント前見咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは797@fmginowan.com。またツイキャスと YouTube ライブでも配信してます。そちらからコメントどしどしお願いします。同時放送でリッスンラジオもお送りしてます。どれも FM ギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。そうか、今週は、はい、収録放送。収録放送だからコメントすいません。はい、メールでお寄せください。はい、お寄せください。で、一旦ちょっと CM まで入れましょうね。すみません、そっか。いいえ。これ外してても大丈夫そうですか？はい。はい、ありがとうございます。あと10秒で CM 開けますね。はい、じゃあどうぞ。あ、はい、何でしょう。なんかあんまりちょっと収録なので慣れないですね。久しぶりの多分収録ですね。そうですね。2月の、あの工事以来ですかね。はい、はい、収録になります。あの、はい、よろしくお願いします。ちょっと生放送ができなくて、はい、はい、あの6月10日ですね。はい、はい、うんうん、生放送ができないので収録になります。すいません。はい、うん、ということで、うん、今日は何の話をしましょうか。はい、まあ、そろそろ暑くなってきたということで、はい、うん、ちょっとこうな、まあ、クーラーかけると思うんですが、はい、うん、私皆さん忘れがちなんですけど、はい、こう空間心理コンサルタントというか、うん、はい、皆さんの一応、はい、一応、はい、スピリチュアル、はい、この間、はい、先週なんかオーラの部屋っていう、はい、あの、ね、素敵なタイトルいただいたんですが、ちょっと忘れがちで、皆さん、あの空間心理コンサルタントっていう、はい、あの空間をこうデザインする、はい、お仕事もしてますので、今日はこうエネルギーのかからない、はい、お金のかからないこう涼しさ、うん、のインテリア、インテリアの涼しさの演出の仕方っていうのをなんか、はい、お話できたらいいなって思ってます、はい、ね、これから、うんうん、それこそ梅雨が明けたらもう、ね、はい、でも暑さというの、はい、そうですよね。今日、まあ、収録日6月3日、はい、今日涼しいですね、沖縄、ね、びっくりですよね。そう、はあ、朝ですね、はい、ちょっと早めに今日あの別で用事があって出たんですけど、はい、19度ですよ。びっくりじゃないですか。私も一瞬このなんていうんですか、携帯のやつとかで、はい、携帯でちらっとこの温度のやつが出てきた時に、はい、18度みたいなのが、18度は嘘でねえ、思うくらいなんか、うん、はい、中継度って言ったら沖縄の冬ですもんね。びっくりしました、びっくり。
ね、でもまあ、うんうん、そんな今涼しさも、はい、そうですね。あともうちょっと、多分ね、うん、来週っていうか6月この10日ぐらいの週だったら、うん、はい、まあ、蒸し暑くなってくんだろうなっていう感じだと思うので、ね、皆さんインテリア、ちなみにこう、まなみんさんとか、はい、こうね、涼しく感じさせる、うん、まあ、涼しく感じるために何か工夫してることってありますか？涼しく感じるためには、うん、でもとりあえずもう、うん、なるべく暑そうなものを置かない、うん、ああ、毛布とか、毛布とか、そうそうそう、ふわふわしてるものとか、はい、うん、あとなんか暖色系よりはやっぱりそういう見た目でもできる限り涼しいやつを置くとかですかね。ああ、いいですね、うん、あ、いいですね、いいですね、今日、うん、確かに、うん、こう色の効果、まあ、うん、五感で考えるとこう涼し、あの涼しく感じるために五感をの語、そうそうそう、はい、考えるとすごく分かりやすいんですけど、うん、まあ、目から視覚、はい、耳から聴覚も涼しさを感じさせる、まあ、後で説明するんですけど、 あ、はい、あるんですね、うん、あとは、まあ、鼻から、はい、あと何でしたっけ、触覚、はい、うん、ね、触覚、触る触覚、匂いもですね、はい、収穫だ、収穫、鼻から収穫と、あと味覚だ、はい、うん、味覚、これ全部実は人間の五感で、うん、まあ、体感感覚、温度ってさ、はい、うん、なんか下がるんですよ。そうそうそう、なんか目のイメージしか。そうですよね。目がでも一番大きいかも。目は、そう、さっきまなみさんが言ったように、はい、こう暖色系の色よりは、やっぱ青とか、うん、こう、あと青緑とかですね。うん、こう水とか氷をイメージさせるような、うん、うん、色、寒色系っていうんですけども、そういった色をこう、うん、模様替え。うん、ね、夏場お部屋のこのカーテンだったりとか、はい、あとクッションの色、あとラグの、うん、まあ、ラグ引いてたらラグの色とかを変えるだけでもすごく涼しく感じるかなと思います。うん、なんか実験結果によっては3度、はい、3度、うん、3度、うん、3度、2度から3度変わるっていう風に、はい、あの出てたそうなので、はい、もう3度って大きいですよね。大きいですよね。そう、見るだけで3度変わるっていうのがあるので、ぜひなんか試されてみてもいいかなって思います。うん、うん、見るのは、なので、視覚、例えば、視覚で、あの、色と、うん、あとは素材でも。あ、素材。見る素材で、ガラス、うん。あ、そういう、あ、ガラス。うん。ガラスもやっぱ涼しさを感じさせる、うん、透明感があるので、涼しさを感じさせるものなんですね。確かに、ここのことが。ね、そう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 、確かに。なので暑いですもんね。暑いですよね。なのでガラスだと小物をちょっとこう温かみのあるものか、うん、ものからモコモコとかよりかは、うん、こうガラスの例えばこうちょっと花瓶にこうちょっと草花を刺したりして飾るとか、うんうん、あとは、あとはそうです、見た目、あとはこう、はい、ひんやりとしたシルバーの、うんうん、置物を置くとか、うんうん、そういったものでもこう、はい、うん、見た目、こう体感温度が変わってくるかなっていう風に、はい、あ、小物使いも大事になってくる、うん、そうそうそう、小物使いも大事になってきますね。はい、視覚以外に今度は聴覚、はい、うん、耳の涼しさを感じさせる場合は、うん、はい、一番代表的なものは風鈴。あ、風鈴、あ、確かにあの音はね、チリンチリンチリンっていう風の、うん、ね、なんか、ね、音、うん、風でね、当たる音とか、あとは、よく言われてるの川のせせらぎとか、うん、あ、うん、水の音を感じさせる。確かに水の流れる音、うんうん、いいですよね。いいですよね。まあ、たまにちょっと匂いがね。なんでさっきこそこでやっぱり言うかみたいな。すいません、申し訳ない。で、あのちょっと匂いを感じる方はちょっとあの水の流れる音は、はい、あの避けて。はい、ただ川のそうですね、あの波の音とか本当は川のせせらぎとかも涼しく感じる音らしいんですけど、うん、はい、うん、あとはあの風のそよぐ、あのなんて木々が、あ、あのなんかサラ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 とか、
も風を感じる音とかっていうのは、あと鳥のさえずり、はい、あ、そうそう、私もそれ思ってました。なんか朝のさえずりもね、うん、なんかいいよなと思って、ね、今はなんかあのこう YouTube とか、ね、あの自然、さすがにね、自然はなかなか通り交うわけにもいかないのでリアルで、ね、リアルでリアルで鳥飼ったりとかね、あの小川のそばに住むわけにもいかないので、うん、なのであのこう、なんていうか CD とか、うん、そういったこうなんていうのかな、うん、でもね、それこそ最近、うん、YouTube と か、はい、なんかそういうのでもそういうなんていうんですか、作業用 BGM みたいな、あ、ありますね、あります、はい、うん、はい、確かに、ね、そうそうそう、そういうので探してもいいと思います、はい、夏の夏のそう音、音、うん、音で言えばあれじゃないです。やっぱりこう、うん、ホラー系の、これわかんないですよ。これ実証されてるかわかんないですけど、やっぱ日本でいう、はい、あの貞子がこう歩いてくる音とか、これはあの先っこ調べです、ね、うん。涼しく感じる音っていうのはなんか、はい、あとはこう、うん、稲川淳二があの話す、うん、そうそう、こうヒルヒルヒルっていう声だったりとか、そんなのも、そう、本当はね、あの今私タイムスのコラムに、はい、あのこうコラム毎月載せてるんですけど、うん、本当はこういうこと書きたいんですけどね。そうそう、貞子が歩く音とか、そうそうそう、あとなんかザラン、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 そうそう、背筋が凍るね、うん、音とか。背筋が凍る。その名の通り。そうそうそう。涼しそう。そう、そういう声、うん、あの音を聞くとかでも、すごくなんか、あのただでできるので、ぜひ。で、私、今それでちょっと思ったのが、はい、あので、電気の光も、はい、場合によっては、ちょっと明るすぎて、なんかちょっと、わってなる時があるじゃないですか。はい、だから、たまに、あの日中、ちょっと消してあなんか過ごしたりとかしてます。あ、いいかも、うん、そうですね、今の話聞いてて、あ、それも一つかな。そうですね、うん、ちょっとやっぱりなんか少し薄暗いと寒く感じますもんね、はい、確かに確かにそうですよね、うん、あ、でもそれも大事ですね、うん、なんか自分が涼しさを感じることって、うん、結構なんかね、こうやってお話ししたら、うん、はい、周りたくさんありますよね。そうそうそう、ね、うん、そうだな、確かに確かに、うん、でもなんか音は取り入れてみたいなって思いました。やっぱなかなか、うんうんうん、ね、この普通に音楽かけちゃったりとかねえねえ、まあ、そうそう、いいと思うんですけど、うんうんうん、でもたまにはそういうちょっとなんかこの葉っぱのサラサラっていう音とかを聞きながらなんか過ごしたら、うんうん、なんか心身ともに本当になんかリラックスもできそうだし、そういう涼しい効果も得られるみたいな。そうですね、うん、あの涼し、そうそうそう、今まなみさんが言ったように、はい、そう、実はリラックスできるっていうのが、うん、ちゃんと根拠があるんですよ、はい、こう F 分の1揺らぎ、あ、はい、これが木々の揺らぎ、このね、流れ、揺らぎとか鳥のさえずりとか、はい、その中に入ってたりするので、はい、風鈴とかですね、うん、風鈴は、はい、リラックス効果あります。そう、なんか F 分の1揺らぎで言ったら、あの焚き火がよく言われるじゃないですか。ああ、そうですね。でもやっぱ今の時期ね、うん、焚き火の動画とか見ると大変なことになっちゃう。別の意味で汗かく。汗かくっていうか、暑い。大変。確かに。大変、大変。なんで、ね、うん、あ、いいですね。なるほど。うん、そうですね。うん、だから、うん、そんな感じで、うん、次耳、言いますよね。次、あとは鼻は、やっぱり、なんていうのかな、ミントのさ、スーッとした匂いとか、はい、うんうん、そういったのがあるのかなって思います。あれも不思議ですよね、うん、なんかあの匂い嗅ぐだけで確かにちょっとね、ってね、涼しい感じしますよね、うん、ミントとかこういいのかなと思います。なんかさこさん、ちなみにお家でそういう匂いとかでもなんかやったりします？うん、やってますね、やっぱミントを使ってますね。何かこう、私の場合涼しさっていうよりも、こう、何ていうのか、これからじゃあ仕事するぞとか、うん、ちょっと切り替え、切り替えるときに、ちょっと待ってください、ごめんなさい。すいません。切り替えるときに、こう、やってますね、うん。やったりとかしてるんですが、ミントとかやっぱ、こう、匂いすると、爽やかになって、うん、ね、
なんかリセットできますよね。うん、そうですよね、うんうん、あのなんかスカッとする感じで、ね、ちょっと、ねうんうん、それで涼しげだったり、うんうん、すっきりみたいな、すっきりとか、実際はなんかレモンとか、私は涼しさ感じて、なんかレモンとか、はい、なんかああいう、うん、匂いが好きだなって感じですね。そういいですよね、うんうん、私もレモン結構好きかもしれない。ね、すっきりしますよね。はい、あれ、あら、パパヤさん、ありがとうございます。収録用のツイキャスに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。母がソファーとかベッドにファブリーズをこれでもかとかけまくるので、実家はファブリーズの香り。あ、これはすごいな。ファブリーズの何の香りでしょうね。ファブリーズ。ね、あ、いろいろありますよね。いろんながありますね。匂いありますよね。はい。はい、どの匂いが。どの匂いが。でも確かに私も家にあるこのファブリーズの中で、うん、なんかそういうなんか除菌みたいなやつなんですけど、うん、あれが結構そういうちょっとすっきりするような匂いのやつなんですよ。うんうんうん、だからあれを結構そういうかけたり布団とかにかけたりした時は結構このスーっていう匂いで。いいですね。こう爽やかな、爽やかな、なんかスーッとしたね、匂いでっていう。あ、いいと思います、いいと思います。オーラの部屋ではないです。でもオーラのお部屋、ちょっと、いつ、はい、ね、変え、切る、あの、切り替えるタイミングしようかなって、ありがとうございます。はい、あとは、花、触覚？触覚ね、その触覚はやっぱひんやり系の、はい、こう、なんていうのかな。最近よくあるあのなんか素材みたいなやつですか。そう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 、あのニトリとかでもある、うん、こう触ったらね、うん、はい、クール系のものとかだったりとか、はい、こうまあ天然素材だとシルクとかありますよね、うんうん、触ってひんやりとか、うん、あとさっきはこうシルバーの小物、はい、うんうん、まあ、見るだけじゃなくて、うん、触ってもねひんやりしてるのでシルバーの置物とか寝れるみたいな。もう寝るときはもうなんならもうシルバーの小物を抱いて寝るみたいな。めっちゃ冷たい。重い。シルバーの銅像を抱いて寝るみたいな。重いわ。新しい。すごいなんか新しい、ね。新しい感覚で。そう。確かに。うんうん。冷たさはね、感じますよね。ご座もそうですよね。畳、ご座。はい、ご座やっぱりね、夏の風物詩、ご座。そう。私もなんかおじいちゃん家に行った時は、うん、おじいちゃん家になんかご座が用意されてて、うん、そうご座で寝るっていうのが、うん、なんか夏休みの風物詩でした、うんうん、そうですよね、やっぱご座はなんか夏のね、うん、なんかアイテムっていう感じで、うん、あ、パパヤさんが、はい、ひんやりする布でできた抱き枕欲しい、そうね、わかる、あ、そしたらもうね、ずっとずっと、もうね、ずっと抱きついてね、うん、考えただけでね、気持ちいいですね。ひんやりする枕ってどっかで、でも売ってそうですよね。ね、ありそうですよね。ね、抱き枕欲しい。確かに欲しい。なんならちょっと私の大好きな韓流スターのところ、顔があるやつ欲しい。旦那の横で堂々とあの、別の韓流スターとこう、抱き合ってる感じの。そうそう。なんかそれはそれで逆に眠れなくなるんですけどそう、興奮して、ね、興奮して。どんな親父の、どんな親父の会話よ。でもね、いろいろこう、涼しさの感じ方。はい、涼しさの。そう、なんか私やっぱこのね、目が、まあ一番、そういう効果も高いと思うんですけど、はい、それ以外にも、やっぱ匂いだったり、うん、耳からとか、うん、触覚っていう、うん、結構いろんな方面から、うんうん、ね、この体感することができるんだなと思って。そうですよね。これを組み合わせて、やばいですよ。10度ぐらい下がるんじゃないですか。やばいですよ。パパヤさん、これあの、今、え、室内が28度だったら18度ぐらいですね。これ全部、逆になんか全部組み合わせたら。寒くなりそうですよね。なんかちょっと、布団かぶろうかな、みたいな。もうあの、うん、まあ、どうしても暑かったら最終的には水風呂じゃないですかね。最終的に。よくあのやるのがあれですよね。あの、なんだ、アイス飲んじゃない。ああ、そうですよね。ここにね、首のところにね。確かに、あの、うん、こう、こう血管のね、なんか静脈の太いところを冷やしたら一番なんかね、脇か。うん、脇下のところ ね、うん、冷やしたらいいってありますもんね。うん、ああいうのもやって。
あ、でもちょっとね、今年やってみたいなってか思いました。なんかこういう 色から入って。インテリアをね。はい、うん、あの、ぜひ、こう、エアコン、エアコンを使いながら、うまく使いながら、はい、やっぱりこう、五感を、はい、うん、こう、うまくインテリアで表現。うん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 、していただけたらいいなって思います、はい、うんうん、ちなみにそう、私今頭の中で思い描いたのが自分の部屋思い出してたんですけど、うんうん、布団とかは割とそういう寒色系が多いんですよ、うんうん、カーテンだけもらったやつなのでピンク、うん、ちょっとしかもあの分厚いのでちょっとカーテンも涼しげなやつにしたら、うんうん、あ、結構変わるんだろうなって今思いました。そうですね、うん、カーテン面積大きいので、そうですよね、うん、ぜひこう模様が、うん、なんていうの、衣替え、はい、夏と冬で変えると全然こうインテリアが変わってきます、うん、ガラッと、おすすめですよ、カーテン変えるの。おすすめの色はやっぱりあれですか、うん、寒色系、やっぱり寒色系ですね、うん、寒色系だったり、はい、少しあのこう気なりっていうんですかね、うん、あ、はい、うん、涼しさを感じさせるリネンとか、はい、うん、ああいったものを使うと、はい、いいかなと思います、はい、まあね、ブルーが苦手な人もいますので、こうなんていうの、風がそよぐと、はい、こう見た感じこう涼しく見えるとか、うん、はい、っていうものもいいなって、あ、はい、思います、はい、あ、どんどんコメントがすごい、はい、皆さん見てる、パパヤさんから、ご座とか畳の上でゴロゴロするの気持ちいいけど、うっかり顔に跡がついた。わかりますよ。これもう40超えると、夕方までね、跡がね、消えないんですよね、パパヤさんね。わかりますよ。仲間みたいな。仲間、わかりますよ。そして、武蔵さんからも。ありがとうございます。まゆみさん、ミキサーのまなみんさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、来週ちょっと、はい、あの、来れなくて、そう、収録で今お届けして、はい、ありがとうございます、はいはい、いいですね。でも、うん、こうやって、ね、皆さんからもいろんな意見を聞きながら、そうですね、はい、今年の夏、はい、いかに乗り切って、そうですね、今年の夏もまたね、暑いっていう風に、はい、もう予報では出てますので、うん、皆さん覚悟して、はい、挑みましょう。ちなみにさっこさん、もうすでにあれですか、準備は始めてますか？まだ。もちろんです。準備万端です、はい、あ、準備万端。もう任せてください。お任せ。さっこさん家は任せてください。もう準備が始まってるわけですね。もう特に暑がりの息子のためにアイスのもう10個ぐらいも冷凍庫に入れております。息子はもう色だけじゃ間に合いません。物理的にも、物理的に、あの、はい、夜寝るときにアイスの枕を、はい、はい、あ、必須なんですか、ね、もう必須です、はい、もう必須です。はい、あ、そして、パパヤさんから、エアコンから出るドライ水を溜めて毎朝玄関前に撒いてるけど打ち水効果あるかな。あります。そうそう、打ち水もやっぱ あの涼しく感じさせる日本の知恵ですもんね、はい、すごい。でもナイスアイデアですね。すエアコンから出るドレンを、うん、ドレン水を貯めてって相当出るんですね、パパヤさんとこ。ねえ、ドレン水ドレンの水相当出るんだ。水結構なかなか打ち水するほどは結構な量、ね、結構溜まってるんだ。でもそれでいったら残り3分でちょっとあれなんですけど、はい、あの、最近やっぱ湿気がすごいじゃないですか、はい、私今年もうようやく除湿機買って、はい、そしたら湿気がやっぱすごくて、うんうん、1日で結構溜まるんですよ。あ、あの、しっかり、まあ、あの除湿機で溜まった水をなんか毎回お風呂にバーって捨てるんですけど、そのまま、うんうん、あれもどうにかできるものかって考えてたんですよ。打ち水ですか、はい、打ち水いいと思います。さすがにね、お風呂の水とかね、さすがにね、洗濯水とか使えないから、そう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 、あ、でもいいと思う。使うのも入れられるから、最初なんか家庭菜園やろうかなとか、うん、あ、いいと思いますよ。打ち水もいい、いいですね。そうそうそう。ゴーヤだな、ゴーヤだな、あの、ベランダちっちゃい、ね、ベランダ限られてるけど、はい、ゴーヤだなとか、うん、あの、また、日よけ、はい、日よけもすごく涼しく感じるアイテムなので、うん、ぜひ。日よけ、そう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 。あの、ベランダに、ちょっとした日よけでも、はい、あの、ベランダが、こう、ね、あの、はい、照り返しかないので、はい、うん、いいと思います。ああ、ゴーヤーカーテンっていう、そうそう、今新しい新しい、しかも食べれるしね、はい、ね、一石二鳥
ゴーヤはなんか調べたら、あともうちょっとだと思うんですけど、はい、あのどれぐらいですか、うん、あゴーヤはですね、結構万能らしくて、うん、あのこれ賛否両論あると思うんですけど、うん、私がちょっと調べたところ、うん、まあ、がん効果もすごくいいって聞いたので、はい、予防か、うんうん、ゴーヤはぜひ夏場皆さん、はいはい、夏場ってプラス、はい、シャットダウンして、はい、日差しを、でその日差しで出来上がったゴーヤを食べて、そうですそうです、もうなんならもうかじっていいんじゃないですかゴーヤワイルドそのまま、多分でっかいのはね作れないと思うから、そのままちっちゃいゴーヤみたいな、プチゴーヤを、そうそう、プチゴーヤをマヨネーズつけてこれでも夏バテ知らずですねそう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 、そうですよ、まさしさん来週の収録なんですよ、そうです、うん、そうですね、はい、じゃあ最後パパヤーさんからのコメント紹介しましょうね、はい、ちゃんと外に植えるんだよ室内でミニトマト植えて成長しすぎて窓を植えずそうですね、確かに確かに確かに沖縄そうですよね、舐めてました、そうです、沖縄の自然ちょっと舐めたらいかんですよね、トマトジャングルすごい確かに沖縄の太陽舐めちゃいかん気をつけてちょっとじゃあ、はい、栽培したいと思います。はい。じゃあ、はい、今週もありがとうございます。はい、ありがとうございます。パパヤさん、武蔵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、面白かった。なるほど、室内でやっても成長しすぎることがあるんですね。すごいね、室内で、室内で すごいな、虫との戦いじゃない、室内で、ね。結構大変そうですけど。虫との戦い。カーテン閉めれなかったって大変です。いや、すごいか。じゃあ、今日終わりますね。はい、ありがとうございます。